首飾りのデザインが首飾り事件は、1785年、革命前夜のフランスで起きた、詐欺事件。バローア家の血を引くと称する、ジャンヌ・ドラ・モッド伯爵夫人が、王室御用達の宝石賞ベーマーから160万、リーブルの首飾りを、ロアン・スー・キ教に買わせ、それを、王妃マリー・アントワネットに渡すと偽って騙し取った。典型的な語り詐欺。 ラモット伯爵夫人は、王妃マリー・アントワネットの親しい友人だと吹意調して、ルイド・ロアン・スー・キキに取り入り、王妃の名を語り金銭を騙し取っていた。宮廷司祭長の地位にあったロアン・スー・キキは、ストラスブールの名家出身の聖職者でありながら、大変な宝刀ぶりでも知られていたため、マリー・アントワネットに嫌われていた。だが、スキは、諦めることなく、 いつか王妃に取り入って最小に出世することを望んでいた。宝石賞、シャルル・ベーマーとそのパートナーであるポール・バッサンジュは、戦王ルイ15世の注文を受け、大五540個のダイヤモンドからなる160万、リーブルの首飾りを作成していた。これは、ルイ15世の愛人デュバリー夫人のために注文されたものだったが、 ルイ15世の旧姓により契約が立ち消えになってしまった。高額な商品を抱えて困ったベーマーはこれをマリー・アントワネットに売り付けようとしたが、マリーは高額であったことと敵対していたデュ・バリー夫人のために作られたものであることから購入を躊躇した。そこで、ベーマーは王妃と親しいと称するラモット伯爵夫人に仲介を依頼した。 王妃のネックレスのレプリカラモッド白釈夫人は、この首飾りの詐欺を計画した。1785年1月、白釈夫人は、ロアン・スー・キ卿に、マリー・アントワネットの要望として、首飾りの代理購入を持ちかけた。白釈夫人は、前年の夏、娼婦マリー・ニコル,ル・ルゲー・デシニーを、王妃の替え玉に仕立て、ロアン・スー・キ卿と面会させており、 彼は念願の王妃との越見を叶えてくれた人物として、白爵夫人を完全に信用していた。ロアン・スーキ教は騙されて、首飾りを代理購入しラモット白爵夫人に首飾りを渡した。その後首飾りはバラバラにされて、ジャンヌの夫であるラモット白爵により、ロンドンで売られた。しばらくして、首飾りの代金が支払われないことに豪を煮やした、ベーマーが、 王妃の側近に面会して問いただしたことにより、事件が発覚した。同年8月、ロアンスーキ教とラモット伯爵夫人、ニコル・ドリーバは逮捕された。ラモット伯爵夫人はこの時、ロアンスーキ教と婚姻であったが事件とは、無関係とされる医師カリオストロ伯爵を、事件の死亡者として告発し、カリオストロ伯爵夫妻も逮捕された。なおラモット伯爵は、 ロンドンに逃亡して逮捕されなかった。事件に激行したマリー・アントワネットは、パリ高等法院に裁判を持ち込んだ。1786年5月に判決が下され、ロアン・スー・キはカリオストロ伯爵夫妻、ニコル・ドリバと共に無罪となり、王妃と愛人関係にあると噂された、ラモット伯爵夫人だけが有罪となった。彼女は、 V の文字を両方に焼き記されて投獄された。この裁判により、マリー・アントワネットは、ラモット伯爵夫人と愛人関係にあるという事実無根の噂が広まった。伯爵夫人はこの虚偽の終文をもとに後に本を出版し金銭を得ている。フランスでは、この事件は事実に反して、 王妃の陰謀によるものとして噂になり、マリアントワネットを嫌う世論が強まった。また国王ルイ16世は判決直後、無罪となったロアン・スー・キキを宮廷司祭長から罷免、オーベルニュのシェーズ・ディユ大衆動員に左遷し国民の反感を買った。ただし、ロアン・スー・キキはもともと評判の悪い堕落した聖職者だったが、 彼の左遷を批判した多くの人々はそれを知らなかった。史実において事件は、ほとんど世間に出ていなかったマリー・アントワネットの評判を決定的に貶めただけで、彼女の非合の死と関係するのみであった。ゲーテはこの首飾り事件が世間に知れ渡った時、 この空前の罪合によって王室の遺言が葬られ、いわばあらかじめすでに破壊せられたのを私は見たと語っている。アルセーヌルパンシリーズ関連、王妃マリー・アントワネット関連日本では、遠藤修作が王妃マリー・アントワネットの中のエピソードとして、この事件について書いている。東宝が2006年に、この作品を原作として、ミヒャエル・クンツ脚本、歌詞、 シルベスターリーバイ作曲のミュージカル、マリー・アントワネットを制作、帝国劇場で初演した。その中でもこの事件は重要なエピソードとなっている。また、2007年には A、L という題で、宝塚歌劇団の中組の台は遥が、ラブコメディーミュージカルで、上演している。ここではカリオストロは、錬金術師として描かれているものの、狂言回しという立場でもあり、 明確に実際の登場人物としては描かれていない。また、王妃の替え玉となったニコレド・オリバは、革命のために立ち上がった、マルグリット・アルノとしており、マリー・アントワネットと同じ、MA というイニシャルでありながら、正反対の立場である女性として、主役級の役として描かれている。作品中でこの事件は、宝石賞、シャルル・ベーマー、 ロアン大司教、ラモット伯爵夫人、そして、ニコルド・オリバダン爵夫人の持つ七つの悪徳と、さらにマリー・アントワネット、オルレアン・公、ボーマルシェを含めた七人という要素カリオストロが調合してこの事件に仕立てたという演出となっている。ありがとうございます。